レオさんっていつからサッカーにハマったんですか？ハマったハマったって難しいですね。でもあれじゃないですか、高1か高2のワールドカップの前ぐらいに、あの J スポーツでラリーが深夜に中継してて、その時の暗黒時代のルイス・エンリケとプジョルが、引っ張ってる、その、バルセロナ見た時。そのぐらいですね。アスピリクエタってラームと同じ雰囲気感じませんか？まあ、責任感があるサイドバックで、いぶし銀の活躍って感じですよね。ラームの方が器用ですよ。ラームだって、あれですからね、中盤でボール受けた時の、無理しないで後ろに叩く時と、前向くターン、これめちゃくちゃうまい。本当にもともと中盤ですかって感じで、なんかバイエルンのラーム現役時代の頃のフルマッチとかで検索して中盤やってるの見てみてください。あ、無理しない能力と、前向けるときに前向いて、パス判断間違えない能力。めちゃくちゃ高い。だからペップが、今まで出会った選手の中で一番サッカー IQ 高いって言ったの。あと、斜めのポジション取りがめっちゃうまいですよ。原則としてボールホルダーから一番近いディフェンスの斜め後ろに人が立つっていう、最近配信で言うけど、ここ立つとここ閉じるからサイドに流れです。ここいないと閉じないから、どこに出してもハマる感じになるんですよ。だ昨日のチームとかは、僕らがアンカーをちゃんと切るから、だからもうアンカーなくして前上がってってくれたんですけど、そのおかげでサイドとサイドでボールを運んだ時にもうツートップがすぐはめれるから楽だったから、選手たちに修正しなかったんですけど。そう、アンカーはめてくるからアンカーなくしちゃえって、なくしてもらったおかげでありがとうございますみたいな。こういうのが、ないようにちゃんとラームとかこういうところにちゃんとボールが来なくても現れ続けられる。ボランチってボールが来なくてもいることがめちゃくちゃ重要なんですよね。サッカー飽きるときってありますか？毎日飽きてますね。飽きて楽しくなって、飽きて楽しくなっての繰り返しですね。サッカーに飽きてるっていうよりあれですね、動画編集に飽きてますよね。でもこれはもう初めて3ヶ月ぐらいでも飽きてるんで、もう飽きた状態が自然みたい、歯磨きみたいなことです。楽しくないけどやんなきゃ、ね、動画編集に関して。レオさんがもう一番フロントのせいでかわいそうな状況になった監督は誰ですか？ああ、いや、バルベルデでしょ。バルベルデって言うためのやつじゃん、これ。感じですかね。あとは、三笘ブライトも楽しみでしかないですね。ポッター監督が、いなくなんなければ最高ですよね。新しい発見あると楽しくなってくる。そう。私、サッカーに関してはもう、分かってるようで分かってないことっていっぱいあるから、その、フォーバックのディフェンスラインのコントロールを、どのタイミングでどうするかとか、ディフェンスラインのリーダーどう決めるかとか、最近そのディフェンスラインの決め方と、そう、上げ方と設定の仕方みたいな。ディフェンスラインの設定をどういう風にするのっていうので、まあ、センターバックを学生時代からやってた子とかにそれぞれ聞いたら、やっぱ指導者によって全然違ったりするんで、そういうのっすね、だから。だからね、なんか飽きてる時っていうのは、自分の中で自分の、なんていうのか、限界っていうか、自分が知った気になってんすよね。それ良くないなと思って。だから、それこそ、そう、週休学のおかげでみんなに授業を作んなきゃいけないから、みんなに伝えることを適当なことするわけじゃいかないから学ぶじゃないですか。そうすると、あ、こういうことかとか、あ、じゃあこれ伝えなきゃなとか、いろいろ新しいこと知ってきて、次に他の試合見るときに、自分が作った授業と照らし合わせたりするから飽きなくなったりとかっていうのありますね。